に戦闘ヘリコプター H64D アパッチの飛行展示を行います。アパッチはアメリカで開発された戦闘ヘリコプターで、世界最強のヘリコプターと言われています。このアパッチはアメリカ陸軍のほか、日本を含めた世界11カ国で活躍しています。皆様、左手をご覧ください。アパッチが時速300キロの高速で進入してまいります。本日アパッチを操縦するのは、航空学校霞ヶ浦校所属の伊藤博文三等陸佐と前田博和三等陸佐です。通過速度は時速300キロ、対地高度約30メートルです。